いよいよだな。うん、頑張らなくっちゃね。新たな技師を検知しました。トロご乱心。これは家臣を切ったのか。そんな、政宗公に限って。何にせよこのまま放っちゃおけない。うん、見送りに来てくれたのかい。いや、先の調査のことを伝えに来た。何があった。巨大な虫が出た。何だと。まったく、それで説明したつもりかな。妙な敵だ。虫の形をした異形とでも言おうか。ほう、ヤマンバギリのそっくりさんの次は巨大な虫さんか。任せな、どっちも俺たちが見極めてくるぜ。三成殿を逃がしたのはお前たちか。もうやめるんだ、このままじゃ。邪魔をするな。政宗公、今のままじゃあなたはただの孤狼だ。消えろ。周りを見てくれ。あなたを思う同志よ。で、なおそう、作戦変更だ。共に戦うか、同志じゃないか。同志か。注意した方がいい。ってやつか。て、顔は。まさむれか。取り戻すしかない。あと一押しってとこか。今のうちに叩くぞ。気を失っているだけだ。やはり逃がさない。必要はない。共に行こう。それでいいな。結構です。本丸に入れるつもりか。皆様と立場は同じですから。時の政府から先立って教習調査への出陣を命じられていたのです。たった一振りでかい。いえ、出陣時には別の私が案内役についていたのですが。擬態し近づいた非礼を詫びる。私も計りかねていた。名は面影王たちだ。